皆さんこんにちは。身近なニュースのお時間です。今朝未明、東京都豊島区在住の白熊容疑者が高級オフィスチェアメーカーとして有名な岡村から時価14万円相当のサブリナを購入していたことが発覚しました。東京地検特捜部の調べに対し、白熊容疑者はこれは浪費ではない、仕事道具だから投資だなどと申しており、反省の色は見られないとのことです。また白熊容疑者は昨年購入した時価6万円の椅子についてハードオフで売るから問題ないと語っていますが、売却価格は6分の1以下になると予想されています。これを受け管理人は毅然とした態度で責任を追及していく構えです。それでは専門家の意見も聞いてみましょう。パンダさん。はい。パンダさんは長年節約術の研究をなさっていますが、今回の白熊容疑者の言動についてご意見をお聞かせください。そうですね、彼は仕事や投資という言葉に弱い傾向がありますね。欲しいものを買うときに仕事に関係するもの、投資としてリターンが得られやすいものに対して財布の紐が緩むのです。なるほど。本件の場合、すでに6万円の高級椅子を保有していたという特殊事情がありますが、その点はどのようにお考えでしょうか？そうですね、彼は身長が190センチ近くあり、体重も90キロあるので、6万円の椅子ではあの肥満体を支えられなかったのだろうと推測されます。つまり、失敗したのでしょう。なるほど。では、白熊容疑者は事故の購入の失敗を認めないまま、仕事のための投資という言い訳をして、高い椅子を再度買ってしまったということですね。そうなりますね。認めるのが恥ずかしかったのでしょう。わかりました。ありがとうございます。CM の後は今週のお天気です。この番組は皆様のいいね、コメント、チャンネル登録の提供でお送りしています。